アメリカは、メキシコ及び中央アメリカ北西部と、ほぼ重複する地域において、共通的な特徴を持った、農耕民文化内し様々な高度文明が、繁栄した文化領域を指し、パウル・キルヒ・ホーフの文化要素の分布研究により、定義された。地理的には、北は、メキシコのパヌコ川からシナロア川あたりまで、南は、ホンジュラスのモタグワ川口あたりから、 コスタリカのニコヤーンあたりまでであるが、この境界線は歴史的に一定していたわけではない。下記のように壮麗な神殿ピラミッドなどを現在も残すメソアメリカ文明が繁栄した地域であるメソアメリカでは、などが攻防した。これらの文化はアジア、ヨーロッパ、アフリカの三大陸の文明との交流を経験せず、地理的に孤立した環境で発展した。そのため、 製鉄技術を知らず、宗教においても独自な体系を成立させるなど、他大陸の文明とは際立った特徴を有していた。神殿文化は、紀元前2000年期の末に起こり、それから約2500年の間、外部世界の影響や干渉を受けることなく自力で発展し続けた。ところが15世紀の末、コロンブスに引きられたスペイン人が突然侵入してきた。ありがとうございます。